まあ、本当にね、その、ついてきちゃった系のお話なんですけど、これね、10年前になるのかな。まあ、当時ね、僕、札幌でそれまで演劇活動してたんですけど、まあ、上京してきて、東京でも、まあ、舞台をね、小劇場でお芝居をしてたんですよ。ね、まあ、ちょうど10年ぐらい前なんですけれども、ある時の公演で、内容をね、まずどうするかってなった時にですね、まあ、ちょっとこの、社会派っていう言葉もあんま好きではないんですけどね、ちょっと真面目な内容といいますか、まあ、劇中劇なんですよ。で、本当にそのお芝居の中で、僕は村上ロックっていう役で出てるんですけど、まあ、とある劇団で次の公演どうするって相談をすると。で、なった時に、死刑制度についてちょっと調べてみようって言うんですよ。で、最初はね、ちょっとまあ、こういうテーマだったら変わってるだろうっていうノリで始める劇団員たちなんですけど、本当にその死刑制度ってものを調べていくうちに、まあ、本当にその現実にぶち当たるというか、そういうものを描こうってなったんですよ。っていうのが、実はですね、まあ、ちょっとこれ、はっきり言えないんですけど、その時期、まあ、ある大きな事件がね、実際、ありまして、通り魔事件なんですけどね、そういうのがあって、そういったお芝居をやろうっていう趣旨だったんですよ。で、やるからには本当にちゃんとその、まず罪っていうもの、人間が犯す罪ってものはどういうことかって、これちゃんと提示しなきゃいけないと。で、これね、本当にその本番の当日まで揉めたんですけど、映像をちょっと使おうかと。で、その映像というのがですね、当時まだね、ネットなんかにもちょっと出てたんですけど、要はその事件で実際亡くなった女性の映像なんですよ。まだね、その方が刺された状態で路上で横たわってるっていう映像があったんですよね。でも本当にだから人がね、この命を奪われるってこういうことだぞっていう提示をしたい。でもこれを使うことは是なのか非なのかっていうのをもう本当に直前までみんなで相談しようとなったんです。で、いよいよ本番当日です。で、まあ、ゲネといってね、本番同様にその音響なんかも入れて一回やるんですけど、その時にね、じゃあもう映像もチェックしますって、後ろのスクリーンにその映像をバンと流すと。とやっぱそのね、一瞬倒れてる女性が映るんですけど、2秒ぐらい経ってかな、突然その映像がパチッと消えてカラーバーになるんですよ。よくテレビなんかでね、しばらくお待ちくださいっていろんな色のバーが流れますよね。あれが、もうやっぱり 2,3 秒ブーッと流れるんですよ。ただその後カラーバーがね、色をなくしたんですよ。カラーバーってカラーだからいろんな色ありますね、2色になったんですよ。白、黒、白、黒、白、黒のバーなんですよ。お葬式の幕と同じ色ですよね。それ見たときに、あ、そうか、これやっぱそういうことだよなと。で、その時の演出家もね、別にそういうのを信じるタイプじゃないんだけど、でもね、人が一人亡くなるってやっぱこういうことだよと。これはやっぱやってくれるなってことだと思う。今回はこの映像なしにしよう。で、それで、カットして。その映像。で、その日、まあ、初日をね、迎えて、無事終わったんですよ。で、夜芝居終わって、僕、家に向かってね、歩いてた時なんですけど、何がどうってわけじゃないんですよ。なんだけど、はっきりと、その亡くなった女性がついてきてるってわかるんですよね。妙な感覚なんですけど。で、いざ家に着いて、ドアガチャッと開けたら、トイレの方からね、ザーって水流れる音が聞こえるんですよ。あれ？出がけにね、このトイレのレバー回しすぎたのかなって、ガチャッとトイレ開けるんですけど、レバーはね、通常の位置なんですよ。あれ？と思って、一応この、タンクをね、ガコッと開けてみるんですよ。あれ開けてみると、あのタンクの中ってね、この丸い黒いボールがあって、ストッパーがあるんですね。水が溜まるとあれがパッとストッパーになる。で、覗くんですけど、水が溜まってちゃんと中でこのストッパーかかってるんですよ。じゃ、この水って一体どっから流れてきてるの？ってなったらもうちょっとどうしていいかわからないんですよね。で、その女性に対しても何をすることもできないですから。いや、参ったなと思いながら、ダメ元でなんですけど、なんでそう言ったのかわからないですよ。僕、たった一人そのユニットバスの中で、静まれって言ってみたんですよ。次の瞬間水がジャーって止まるんですよ。おーおー、ええー、と思って。っていうのが、普通
日連続続いたんですよね。2日目もやっぱ帰ってきたらジャーッと流れて、もう一回静まれって言ってみたらジャーッと止まるんですよね。一体それは何だったの、いや本当だついてきてたのかもわからないですし、でね、自分はいるよって、まあ、何か知らせるものだったのかもわからないですけどもね、うん、でもやっぱその人の生き死にというか、うん、でそれぐらいのね、うん、ことなんだよなってのはやっぱ再確認した出来事でしたね。というちょっとついてきたつながりの話です。